皆さんはこんな話を知ってるだろうか。セレビーを手に入れることができた幸運なトレーナーが譲渡地方のウバメの森にある祠を訪れた時のこと。トレーナーたちの周りの景色が突然変わり、見知らぬ場所に立っていた。その時トレーナーが持っていたポケギアのラジオからは3年前の日付の放送が流れていた。オンジャス、どうもサオでございます。本日はポケモン世界と時間の話をしていきます。で、この時間の話なんですが、前のウルトラホールの時にもう二度とやりませんと言ったものになっています。まあそれは嘘だったってことだね。脳みそがねぐちゃぐちゃになるからねやりたくないんですけれども、まあこの議題に関してはかなり面白いものにはなっているので、まあ、その辺をお話しできればいいかなと思います。ポケモン世界には時間に関するポケモンが2匹存在します。1つ目は時間を司る神話があるディアルガ、そして2人目がそれに従って時間移動ができる能力を持ったセレビー。この2つの存在があります。ディアルガもセレビーも時に関する能力を行使することができるんですが、能力が高いのがディアルガとされています。まあ、ディアルガはこれ神話上は時を作ったってなっているので、まあ、実際にどうかはわからないんですが、まあ、時の方向みたいな技がある通り時間そのものに干渉することができる、まあ、つまり時間という概念そのものっていうのがディアルガになります。ディアルガの心臓が動くことによって時間が時を刻み始めます。そしてセレビーの能力はディアルガが引いたその時間という線の中にある点の部分に自由に移動することができるというものになります。はい、まずは導入だったんですけど、これわかりますかね。まだわかってると思います。それでは時間って何なんでしょう。日常的に使われる時間、時間は出来事や変化を認識するための基礎的な概念で、まあ、芸術や哲学、自然科学、心理学など様々なテーマで時間というものが取り上げられています。そもそも時間っていうのは人が定めた概念でしかありません。時は人工的に作られたものです。それに従って分とか秒とかもこれも人工的に作られてきた概念なんですが、人類が定めた時間の単位っていうものは天体が見せる周期的な現象、まあ、天体の運動をもとにして決めてきたと解釈されています。例えば日没の周期や日の出の周期、これが1日24時間、太陽の見かけの高度が変化する周期、これが公転1年です。そして月の満ち欠け、衛星ですね、月の公転、これが太陰暦で1ヶ月。人類が決めたものでしかないんですが、時間というメカニズムは人類の脳みその中だけではなくて自然や宇宙にも存在していると解釈できます。この時間という総合的な概念をディアルガが生み出したと言われています。そして次に上がるのが時刻。時刻とはある特定の一瞬のことで、別の言い方をするなら時の流れの中の一点、これが先ほど言った点です。なのでこの点と点を移動できるのがセレビーという話です。セレビーの図鑑説明はこちらです。まあ、下からいきます。時間を超える力を使う、平和な時代にだけ姿を見せると言われている。そして、時を超え未来からやってきたポケモン、セレビーが姿を現す限り明るい未来が待っていると考えられている。で、これに関しては先ほど言った通り点と点を移動しているのかもしれないし、もしかしたらパラレルを移動しているのかもしれないっていうのが今回の話になってきます。そしてクリスタル版では森の神様として祀られる、綺麗な森があるところ、そこにセレビーは現れる。そして時間を超えてあちこちさまよう、セレビーが姿を現した森は草木が生い茂るという、まあ、ここから一つの説が考えられます。まあ、まず未来の時間軸に森があればセレビーは存在できる、セレビーが存在すれば森に草木が生い茂る、これは同じことが書いてあるようでちょっと違うんですね。未来の時間軸に自然があることによってセレビーが生きながらえて存在しているのか、その能力が存在しているのか、はたまたセレビーがいることによって森が生まれているのか、でこれがどちらとも正しいのであれば、時間に関連してセレビーの能力はループの能力から生まれています。これどういうことかっていうと、これ植木の法則っていう漫画をご存知であればこれ分かりやすいと思うんですけど、
まあ、僕も好きだったんですけど、まあ、植木の法則の、ね、能力について今ちょっと解説します。これで分かりやすくなると思うんで。植木の法則の植木が持っている能力っていうのはゴミを木に変える力です。まあ、そこら辺のガムとかね、手に握りますとゴミが木に変わるという能力です。では生まれた木の枝を取りましょう。そしてその枝を手に持ちましょう。するとその枝はつまりゴミなんですね。そこからまた新しい木が生まれるんです。これつまりループしてるんですね。まあ、こんなメカニズムがあります。まあ、なのでセレビーの方もセレビーが増やす森があって、その森がある限りセレビーが生きながらえて未来は平和、そして未来が平和な限りセレビーが訪れて、まあ、サイクルの能力とかループの能力なんです。まあ、なんのこっちゃって話になってると思うんで、では、簡単に、HGSS ハードゴールドソウルシルバーのセレビーのイベントを振り返っていきましょう。まあ、こんな感じでね、セレビーが、時間移動させてくれます。1回目の時間移動では3年前のポケモン世界に行くことができます。3年前はですね、シルバーくんですね、まあ、金銀とハードゴールドソウルシルバーの、ライバル、シルバーくんが榊と言い争っているところが見られます。でこのシーンなんですけど、まあ、初めて、公式から、榊の息子が、シルバーだっていうことが触れられたシーンになります。まあ、これ映画のイベントというか、まあまあなんか特殊のイベントでやるべきことなのかなとは思うんですけど、まあ、こんな感じで公式が認めました。3年前の時系列っていうと、これはハートゴールドソウルシルバーの主人公ではなくレッドですね。関東地方の主人公が榊含めロケット団を壊滅させた、一時壊滅させた時系列になります。なので、まあ、なのでレッドがロケット団を潰して、そしてこのシーン、大勢の力を組み合わせることで大きな力を生み出す、それが組織というもの、組織の強さなのだ、そして私はいつの日か必ずロケット団を復活させると誓い、どっかに行きます。セレビを連れた主人公と、シルバー君が初めてここで対面します。そしてまた時を渡り、まあ、同じ年のですねラジオ党選挙の時の時系列、榊と出くわします。 HGSS 主人公の視点から見るとですね、ちょっと過去になりますね。まあ、小金シティには榊来ませんでしたね。もうめんどくさいから響きっていうわ。響きくんと榊が戦って、ここで榊を止めてます。まあ、このイベントの面白いところは、響くんがこの時間軸に2体存在する、ね、2人存在するってことですね。ここで榊を止めたのは響くん、そして小金シティでロケット弾を止めてる、同じ時系列で止めてるのも響くんになります。まあ、時間帯でって言った方がいいですね。なので総合的に響くんが第2回のロケット弾を、止めたっていう形なのかな。でも時間ってそんな簡単なものだっけっていうのがこのイベントになります。はい、というわけで、まあ、セレビの、時渡りイベントについての解説でした。まあ、つまり、セレビの力には、時を渡って過去改変する力があると、榊にも干渉できましたので、まあ、過去に何かしらの波紋を立てる、まあ、それがバタフライエフェクトのように広がっていくっていう話なんですけど、バタフライエフェクトについては下に出しておきます。まあ、ライフイズストレンジとか、まあ、あとは バタフライエフェクトっていう映画とかあるんで、めっちゃ面白いんで見てみてくださいって話なんですけど、実際にこのイベントで過去改変って起きてるんでしょうか。まず疑問点1、シルバーが響きのことを覚えてない。セレビを連れていたんであれば多分印象に残るし、3年前なので容姿もそんな変わってないはずなんですけど、まあ子供だったら変わるか、まあ分かる、まあドット絵上変わってないので、まあ、そこをなぜ覚えてないんだろうか、セレビを連れてたお前ってみたいなことはなかったですよね。そして疑問点に、過去改変する前の時系列、響がチャンピオンになるまで、殿堂入りするまで、エンディングを見るまでの時系列で考えても、ラジオ党選挙の時に榊って来ませんでしたよね。でもまだ響って過去には時渡りしてないはずなんです。まあ、皆さん普通にタイムマシンの映画とか見たことあると思うんですけど、親が殺されてしまった、じゃあその親を過去改変して助けに行こうみたいなストーリーになると思うんですけど、響くんの普通の時系列でも榊が来ることはありませんでした。つまり響の世界線では榊を止めてないってことになります。これがセレビーの時渡りの矛盾です。
はい、頭こんがらがりましたね。でも動画の時間を見てみてください。10分超えてますよね。ごめんなさい。パート2に分けます。このあと30分ほど喋ってた動画データがあるんですけど、これ入れると多分短編映画みたいになっちゃう、尺が。というわけで過去の動画、この後ねエンディングの左側から飛べます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。はい、どうも皆さんご視聴ありがとうございました。久しぶりにですね、これ編集後に撮っているんですけど、まあ、編集してるとやっぱね時間系の話ってね面白いね。何言ってるか分かんなくなるけどめっちゃ面白いです。まあ、先ほど言った Life is Strange めっちゃおすすめなんでやってみてください。